秘書への暴言を週刊新潮にスクープされネットを騒がせた豊田真由子議員、現在は精神面から入院している噂がありましたが、別居中の夫が悲惨な現状を暴露していました。豊田真由子議員の現在とは、2017年6月、秘書への暴言騒動を週刊新潮にスクープされパワハラ事件としてマスメディアから集中砲火を食らった豊田真由子議員、自民党に離党届を出したものの世間の批判は収まらず、まさに政治生命の危機といった状況に陥っています。誰もが気になる彼女の現在ですが、あの騒動以来、精神的ショックによる入院という形で身を隠しているのだとか。関係者の間では、入院した理由として精神的な病、うつ病と噂されていました。ただ、マスコミに取材をされても音声テープという確実な証拠があるため、とりあえず今は逃げ続けるしかないという彼女の判断なのかもしれません。別居中の夫によると、豊田議員の元秘書に対する音声がきっかけで別居を決断したという夫。しかし、別居中とはいえ夫婦なので、豊田議員と連絡はこまめに取っている。夫が入院している。豊田議員の現在の症状を告白しました。夫によると、豊田議員は憔悴している。憔悴とはやつれるという意味のだという。また豊田議員は毎日死にたいと言っているそうです。あれだけ世間からバッシングを受ければ、そんな気持ちになりますよね。ちなみに、豊田真由子議員の夫は国交省のキャリア官僚で、仕事の忙しい豊田議員のために家事や育児にも積極的に参加していたそう。夫の勤務先の同僚の話では、子育てはほとんど夫に任せているようです。その夫は国土交通省の官僚ですが、現在は内閣府に出向中です。この証言や別居のことを考えると、秘書だけでなく夫にも暴言や暴行をしていた可能性も考えられますよね。別居も自業自得のような気がします。そういえば、最近別居による騒動が目立ちますよね。豊田真由子議員の今後とは、豊田議員本人は議員続投を希望しているようですが、マスコミや世間の声は予想以上に厳しいようです。特に今回の騒動で、埼玉県民は千葉出身の議員に埼玉県民の有権者が無能扱いされた感があるので、怒りは収まらないでしょうね。また安倍政権反対の週刊新潮からは、次々と豊田真由子議員が辞職するまで記事を投入するとも言われています。自民党本部も今回の騒動で党の支持率の低下が著しいので、責任を取って辞職という流れになりそうです。豊田真由子議員の今後に期待ですね。ネットの反応、さすがに次の選挙に出馬したら笑うしかない。うちの元上司がまんまこんな感じだった W 病院は仮病の薬効をいつまで受け入れるのか。まさか医師や看護師に暴言吐きまくってないだろな W。 ここまでの裏表暴露されたら普通は生きていけないレベル。